前6回から9回までの中ですね。はい、このフラッグスにも一発はあります。ここはフラッグスなんだ、うん、4番を外すことはしません。センターラインの強化にもつながっていると思いますし、はい、そうなんですね、この4番ブラックスを外さないというのはそういうところだと思うんですね、はい、今年のベイスターズは内野手をコンバートしまして、セカンドに進藤、ショートに石井を入れました。ムッとブラックス三振です。ですからキャッチャーの先ほどの進藤君にもレスでツーベース打たれたようにね、はい、それがすごくも怖いんだと思うんですよね。なるほど、はい、これはスイングです。空振り回しました。8番の進藤です。だから今の横浜のバッターには1打席を捨てられる勇気があるんじゃないですか。あ、なるほど、はい、これはセカンド正面です。高村がっちり取りました。1塁